皆さんこんにちは、 CSK です。今日の動画は速報動画となります。2023年2月の16日に2度目となるレクサス NX 向けのリコールが発表されました。すでにインターネットなどで確認されている方もいらっしゃるかと思いますが、まだご存知じゃない方のために、どういったところでリコール確認できるのか、どんなリコールなのか、どうやって改善すべきなのか、このあたりをご説明する動画としてお届けしていきたいと思います。内容としては短いものになりますが、ぜひ最後までご視聴いただければと思います。それでは早速本編いきましょう。今回のリコール情報については概要欄にも貼っていますが、レクサス公式のリコール改善対策情報というページにしっかり記載されています。中段のところですね、2023年2月16日届け出というところで NX のリコール書いてありますので、このままこのリンククリックしていってみてください。こちらがリコール内容のページとなります。音声だけで動画を聞いている方にも分かるように文をすべて読み上げていきますので、お付き合いいただければと思います。まず一番上、リコール開始日は本日の2月17日から、つまり昨日からではないということでご理解ください。 NX の250-350-350H-450H+ すべてのパワートレインに対するリコールとなります。令和3年から令和5年に生産したこの4つのパワートレインの NX の一部車両につきまして、令和5年2月16日に下記内容のリコールを国土交通省へ届け出しましたという内容になります。そしてお客様のご愛用者が対象車両かどうかは、リコールと情報対象車両検索でご確認いただけますとなっていますので、ご自分の車両番号が分かっていてすぐに検索したいという方はこちらをクリックして選択してみてください。続いてリコールの概要に進みます。まず1、不具合の状況。衝突被害軽減ブレーキにおいて、つまり自動ブレーキですね、制御プログラムが不適切なため、駐停車している車列の側方を通過する際に、前方カメラとミリ波センサーによる車両認識に差異が発生し、システムが停止することがあります。そのため、システムが再起動する間、警告灯が点灯して、衝突被害軽減ブレーキが作動しない恐れがあります、というふうに書いてありますね。まあ、これについては先ほどの言葉にもあった通りですね、駐停車している車の横を通るときに、車のシステム側がまあエラーを起こしちゃうんですよね。それによってシステムが再起動する。で、再起動している間、一時的にそのセンサー類が止まっているので、例えばその車の影から人が飛び出してきたりとか、本来だったら常に自動ブレーキを発動させなきゃいけない状況が一時的に途切れる恐れがある。だから重大な事故とかにつながる可能性がなきにしもあらずなので、リコールとして届け出をして改善を図っていると、そういう内容になります。改善の内容としては、全車両衝突被害軽減ブレーキ用の前方カメラのプログラムを対策仕様に修正しますということになっています。実際に私はですね、結構この車が通ってる横を通り過ぎるシーンって多い方だと思うんですけれども、今までそのタイミングでこういう風な症状が出たことっていうのは基本ないんですよね。ただ確かに1回だけ何かのタイミングで全てのその ADAS 関連がプリクラシセーフティとかいろんなものがパンと飛んで 2,3 秒使えなくなったことがあるんですよ。本当1回だけなんですけどね、その時がもしかしたらそういう状況だったのかもしれないですね。まあ大多数の方は経験したことがないような状況なんだろうと思います。続いては対象車両の一覧が表示されていまして、パワートレインと車体番号、製作期間ごとでしっかり分けて書いてあります。こちらの一覧を見ても、大体対象かどうかというのを見分けることはできるんですが、注意事項としてはですね、まずこの車体番号の範囲っていうのは、その全ての車両が対象となっているかというとそうではないということがあります。また対象車の製作期間っていうのは購入時期とは当然違ってくるっていうところもありますので、正確に自分が対象かどうかっていうことを知るためには、やっぱり先ほどの個別の車体番号入力画面から行くのが好ましいということになります。車両番号での直接検索の画面はこのようになっています。おそらく車体番号を覚えている方はいらっしゃらないと思うので、車検証を手元に用意いただいて、左下の画像の通り参照しながら入力してみてください。なお車検証がなくてもマイレクサスアプリからもこの車体番号を確認することは可能となっています。続いてはですね、一覧の下にあった改善箇所説明図というポップアップをクリックすると、こういった形で写真が出てくるんですよね。いやーなんていうか NX やっぱかっこいいですね。こういう絵で見てもかっこよさが伝わるっていうのはね、 NX の良さでもありますよね。こちらに書いてある内容は先ほどと被っているところもあるんですが、一番下の識別方法のところをご覧ください。改善済み車両には車体番号打刻の -1 下部に黄色ペイントを塗布しますと書いてあります。なお塗布される前まではディスプレイオーディオに表示されるバージョンが 01.03 以上を確認、もしくは各社ホームページでのリコール検索で代用しますと書いてあります。代用するってどういうことってなる方もいると思うんですが、それが次の文に書いてあることを読めば分かってくるんですね。お客様へのお願い、ご愛用の皆様にはご迷惑をおかけして誠に申し訳ございません。
今回の修理につきましてはソフトウェア更新にて対応が可能であり、販売店へのご連絡やご入庫のお手間をおかけすることなく、お客様ご自身にてご対応いただけます。つきましては何かとご対応の折大変恐縮に存じますが、お客様操作要領書に基づきご対応いただきますようお願い申し上げます。このようなお願いとなり大変申し訳ございませんが、万が一操作要領などにおいてご不明な点がございましたら、最寄りの取扱い販売店にご相談を賜りますようよろしくお願い申し上げます。このように記載してあるんですね。そうなんですよ、今回リコールが皆さんリモートでご自身で行うことができるようになっているんです。そのためご自身で更新された方っていうのは基本的にその黄色いペイントがついていないので、何か他の要件で入庫したりとか定期点検とかで入庫するまでの間は確認方法としてそちらを代用くださいと、そういう記載方法となっていたということですね。いや、しかしこれについては私は素直に素晴らしいというかありがたいなと思います。確かにですね、私みたいにこういったトラブルとかリコール対応がない限りは販売店に行く機会がなかなかない人間にとってはオーナーズラウンジに行く機会が減るとも言えるんですけれども、やっぱりね、対象が1万5000台って相当ですし、今ね皆さんもご存知の通り新型 NX の納車かなり進んでいて、納車ブースとかお店の空きとかっていうのも結構大変なんですよね。さらには早期で納車された方の1年点検とかも重なってるところもあるので、1年点検に出される方はセットでやってくれるからいいと思うんですけれども、そうじゃないタイミングが違う方からするとそのサービスの入庫も結構混み合ってる可能性があります。まあさらには一応安全に関わるものなのでなるべく早く対応したいですよね。でもそれで入庫待ちとかで数日待ってるよりは自分でやってしまった方が早いということになるので、私はこの取り組みとってもありがたいなと思いました。これもこの新型 NX から始まっているオーバージエア OTA 更新に対応している車だからというところのメリット、そう言えるんじゃないかなと思います。さあ、そしてですね、問題になってくるのはこれでじゃあ自分で操作するの簡単なのかどうなのかっていうところになりますよね。残念ながら私は新型 RX の納車直前で NX が手元にない状況になるので、お客様操作要領書を見ながら皆さんと一緒に確認していきたいなと思います。はい、こちらがですねお客様操作要領書となります。まず大前提ですけれども、Gリンク契約中であるということが必要になってきます。Gリンク契約っていうのは新車で購入した場合は3年間ついてますので、新車購入された方は何も気にしなくていいんですが、もしですね、中古車として NX を購入されている方は、ご自身で Gリンクを契約していないと入っていないということになりますので、ご注意ください。そして Gリンクが未契約の状態、もしくはですねこのタイミングで定期点検なので販売店に入庫した場合に関しては販売店にてしっかり実施しますということが記載してありますのでご安心ください。そしてソフトウェア更新方法というところをご確認ください。まず今回更新用のソフトウェアっていうのはバージョン 0.1.0.3 となります。そしてこちらのソフトウェアっていうのは2月17日の本日から20日までの間で順次配信されますと。なので全ての車両が一気に同じ日に配信されるっていうわけではないということをご理解いただく必要があります。なので更新探してみても来ないって言ってる方も基本的には20日まで待たないといけないということになりますので、それまでに販売店にお問い合わせするのはお控えいただければと思います。そしてその下には注意事項と参考情報が書いてあります。まずは運転中に操作をしながらやってはいけませんよという当たり前のことを書いてありますので、この点ご注意ください。そしてソフトウェア更新にかかる時間はお車の通信状況に異なりますが、基本的には1時間半90分となっています。更新が完了すると次回乗車時にソフトウェアの更新が完了しましたという通知が表示されます。イグニッションスイッチオフ、つまりエンジンオフにすることによって更新の途中では中断してしまいますが、次回にまたスイッチオンにしてエンジンをかけた時に続きから更新が再開するということになっています。つまり90分の更新が始まったら一度90分間待たなきゃいけないということはないので、このあたりも素晴らしい配慮なんじゃないかなと思います。スマホの更新とかではちょっと考えられないですからね、途中で再起動なんかしたら分鎮化してしまいますので、このあたりは車の実態に即した形でシステムが作られているなというところでいいなと思いました。また更新の際に通信料が発生することはありませんのでご安心ください。また現在のソフトウェアバージョンというのはこの後講述するパターン2にて更新画面上の現在バージョンというところで確認が可能です。そしてそれが現在バージョン 01.03 以降であれば本案内の作業は実施済みとなっていますが、更新完了後今のねバージョン表示に反映されるまで半日ほどかかることがあるということなので、一応更新が完了したという表示が出たのであれば焦ることなく半日1日待ってみて表示が切り替わるか確認いただければと思います。そしてこちらが実際のパターン表で2つ更新の手順がありますということになっています。左側のパターン1はですね、通常のナビ画面などによくあるポップアップのお知らせで大切なお知らせとして来ているメッセージのはいというボタンを押すとその下のところに遷移するというパターンですね。でパターン2の方はご自身でコネクティッドメニュー
お知らせを選択して、この一覧画面の上の大切なお知らせをクリックして、先ほどの2つ目の下の画面に移動するパターン、この2パターンになるということですね。先ほどの話では現在バージョンの確認はパターン2でなんて書いてましたが、パターン1もパターン2も最終的にたどり着く画面一緒っぽいので、多分そこでいけるのかなという感じですね。あまり意識せずに乗っているとおそらくパターン1のお知らせのポップアップで出るのが早いような気もしますが、早く更新したいよっていう方はですね、1日1回コネクテッドメニューの方からパターン2の方法で入ってみるといいのかもしれません。その後はもう更新するボタンを押すだけのシンプルな操作なので、これだったら誰でも更新できますよね。やっぱりこういう簡単な手順で自宅にいながらリコール対応ができるっていうのはとっても素晴らしいなと改めて感じますね。皆さんもぜひご自身での更新にトライしてみてください。ネクサス NX のリコール情報について内容と更新方法をお届けしてまいりましたが、いかがでしたでしょうか。冒頭ではですね、2回目のリコールと言ってましたが、実際にはね、3度目のリコールでした。申し訳ありませんでした。私の中でリコールっていうのは何でしょう、出ることに問題があるってよりかは、それがしっかり分かって改善されるんだったらどんどんやってもらいたいっていう感覚にあります。私一番最初に所有した車って三菱なんですよ。で、皆さんも三菱リコールと聞いたらやっぱり頭によぎるものありますよね。私はまだ幼かったので、そこまでその当時の問題は分かっていたわけじゃないんですけれども、やっぱり改善すべき内容を出すこと自体が悪いわけではなくて、それをまあ隠してしまったりね、適切に処理されないことが問題だと思いますので、むしろこういうのは積極的にやってほしいなと思いますし、レクサス NX のリコールによってはこのプログラム修正によって対応できるものっていうのはね、今までもあったんですけれども、やっぱり入庫が必要だったんですよ。それがこうね、オンラインでできるっていうのはやっぱり便利だなと思いましたんで、今後もですね、納車がどんどん進んでいくことによって、いろいろなパターンで利用される方が増えていって、その中からの声とかの気づきによってこういう改善につながっていくというところがあります。まあその細かいことに神経質になる必要はないんですけれども、乗っていて感じた違和感とか、明らかに今までじゃ出なかったエラーが出たとかっていう時はですね、まあいっかで済ますんではなくて、なるべくその時の細かい状況を覚えているうちに一度販売店に入庫して説明して声を上げてもらう、これがねとっても大事になってくるかと思いますので、皆さんも乗っていてんと思うことがあった時はですね、しっかり声として届けていただければいいんじゃないかなと思います。本日の動画は以上となります。この動画が少しでも参考になった方はチャンネル登録や高評価よろしくお願いします。ツイッターやインスタグラムのフォロー、メンバーシップ、ネクサスもよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。